難で一番重要なのは、火災の発生を知ったらすぐに避難することです。火災の煙は吸ったら意識のなくなる有毒なガスを含んでいて、速い速度で広がります。なので、火災の発生を知ったらすぐに避難を始める必要があります。避難で一番重要なのは、火災の発生を知ったらすぐに避難することです。ただ、自宅では大切な家族と財産を守るためにも初期消火を試みて、1、火元を確認することができないとき、2、消すのは無理だと判断したとき、3、初期消火に失敗したときはすぐに避難してください。はい。避難の仕方は、1、タオルやハンカチ等で口と鼻を覆い、2、火元と反対の方向へ地上に出られる避難階へ向かって避難してください。この時、天井付近に煙がある時は、姿勢を低くして煙を吸わないようにしてください。そして、避難したら絶対に戻らないでください。乾いたタオル等でも煙は取れます。濡らすと逆に呼吸しにくくなったり、濡らすことに時間がかかり、避難が遅れたりするので、濡らす必要はありません。心配な時はタオル等を重ねてください。はい、最後に火災の熱と煙で避難するのが難しいと判断したら、窓やベランダ等の外気に触れる場所へ逃げ、助けを呼んでください。この時、携帯電話等を持っていたら誰でもいいので電話して、到着した消防隊がいち早く助けに向かえるように自分の居場所を伝えてください。でも、そんな避難ができない状況にならないように、火災の発生を知ったらすぐに避難することが一番重要です。そうです。そして安全な場所で119番通報をしてください。